仕事になる。これは私が
暮らしやすい街づくりをしたいです。はい、ありがとう。絶対そんな福岡を実現させようよ。一緒にできるから。先週、これまで長い間福岡市役所を作ってきた皆さんに実は退職の辞令を渡したんです。皆さんが退職のその日を迎えるまで、絶対に皆さんが今大きな声で語ってくれた夢を一緒に実現しましょうよ。それができるのが福岡市役所なんです。福岡市は政令市です。現場と権限、その両方を持っているのが政令市のなんという強みなんです。これまでの皆さんの先輩、これまでの福岡市役所の職員のおかげで福岡は本当に誇れる素晴らしい街になりました。これをさらにこれからもう一ステージ上げ、アジアのリーダー都市へ。人も環境も都市活力も溢れている、その調和が取れたこのアジアのリーダー都市にしていくのは私たち。